い、本日も始まりましたコレパ放送局。はい、ということでね、今回は、コンビニのローソンが、呪術廻戦のキャンペーンをするということで、そちらの情報を出していきたいなと思います。で、2021年、9月の14日の火曜日のスタートということで、ね、朝7時ですね、朝7時にスタートで、今回ね、なんか2種類あるんですけど、先着数量限定でもらえるオリジナルマルチファイルっていうのと、オリジナルミニポスターの2種類になりますね。で、オリジナルマルチファイルの方を先に説明すると、キャンペーン期間中に対象のお菓子を3点購入すると、オリジナルマルチファイル全5種のうち1枚をプレゼントされるということで、期間は9月の14日の朝7時から9月の27日の月曜日まで、景品がなくなり次第終了ということになります。で、オリジナルマルチファイル全5種類なんですけど、各店舗に25枚、まあ、なんで、各種5枚ずつっていうことですね。で、キャラクターが虎杖悠仁、まあ、主人公ですね。で、伏黒恵、釘崎野原、先生が出てね、七海健人と五条悟っていう5キャラですね。で、サイズは 218-111mm ですね。はい、で、まあ、デザインとかね、色、仕様などが変更になる場合があると言ってる、言ってますけど、まあ大丈夫、変わったことほぼないですけどね。はい、受け取り方法は、まあ、対象商品をお菓子3つと、マルチファイルを持って一緒にレジでお持ちくださいっていうことらしいです。1店舗の1回につきのお買い上げにつき、一応各種1枚計5枚までっていうことらしいので、まあね、2枚3枚欲しい方は他の店舗も当たってください。で、対象商品なんですけど、こちらはロッテ製品ばっかりだね。キシリトール飴とかのど飴とかね、フルーツのど飴とか、まあ、ガーナポップジョイ、まあ、飴からチョコから何から何までって感じですけどね。で、対象商品はこちらのポップが目印っていうことで、ユージが一応ポップに載ってます。で、次が、オリジナルミニポスターなんですけど、こちらも朝7時からスタートで9月の27日で終了、まあ、もしくは景品がなくなり次第っていうことらしいです。で、こちらはね、対象商品が違って、キャンペーン期間中に対象の即席麺の2点購入すると、先着数量限定でオリジナルミニポスター全5種類のうちの1個をプレゼントという形になっております。で、オリジナルミニポスターが全5種類で各店舗に20個ずつということは、各種は4個ということになりますね。で、キャラクターは虎杖悠仁、伏黒恵、釘崎野原、七海健と五条悟って、先ほどの5キャラと一緒だね。で、サイズが 515-180mm。 受け取り方法は、まあ、対象の即席麺とスープの2点とオリジナルミニポスターを持ってレジでお買い上げっていう感じになってます。で、対象商品が、日清食品の、きつねうどん、天ぷらそばが、かき揚げ天ぷらうどんとかで、スープ系がとろけるおぼろ豆腐、純豆腐、スンブドゥチゲスープとかね、豆乳スープ、クリーミートマトっていうのが一応あるらしいですね。で、対象商品の、目印はこちらのポップが目印っていうやつが、まあ、いつも通りのやつですね。こちらは虎杖悠仁が、もう、まあ、こっちも虎杖悠仁だね、はい、が目印になっております。で、続いてオリジナル商品っていうのが、同日のね、火曜日からあるんですけど、こちらは朝7時ではなくて、納品時間によって店舗によって異なるっていうことらしいので、9月の14日の火曜日順次スタートっていう形になりますので、ご了承ください。犬巻トゲのね、大きなおにぎりっていう、ね、パッケージデザインは全3種類、198円税込みだね。大きなおにぎりっていうね、具はなんだろうね、よくわかんないけど、鮭とか入ってる感じかな。テレビアニメ呪術廻戦ブルーベリーヨーグルトテイスト味っていう、で、パッケージデザインは5種類プラスシークレットが1種っていうことで、シークレットがいるんだけど、これはスクナじゃないかなとかって思うんだけどね。あとにね、スクナのデニッシュコロネっていうのがね、同時に販売されて、こっちでキャラ使ってるんで、シークレットになってるんじゃないかなっていう感じで予想してます。デニッシュコロネはね、160円だね。美味しそうな感じはするので、これ1個ね、食べてみようかなと思います。テレビアニメ、呪術廻戦ランチパックっていうのが
ってるんだけど、こちらパッケージが、全3種類、こちらはね、150円ですね。で、残念ながら沖縄のローソンではお取り扱いしてないらしいので、沖縄の方はまあちょっと九州まで出てもらって買う感じになるのかな。通販があればいいんですけどね。はい、そんな感じでよろしくお願いします。板取雄二の肉団子鍋風スープっていうのも販売されるんだけど、オリジナルステッカーが1枚入って、でこちらステッカーの種類が10種類、板取雄二、伏黒恵、釘崎野原、善意巻、犬巻峠ね、パンダ、東堂さんに善意のお姉ちゃんだっけ、妹だっけ、と三輪かすみと五条悟っていう全10種類。ステッカーのサイズが43×55mm だから4センチ5センチぐらいだね。こちら235円。テレビアニメ呪術廻戦カントリーマームダークココア、個包装はされてて8個入りみたいですね。個包装のイラストは全5種類で、ミニ色紙が1枚入ってて、こちらが全10種類で、商品が612円。でミニ色紙は 135×120mm っていうこと で、色紙はランダムなんで選べないっていうのと、個包装の方もランダムなんで全種類揃わない可能性があるということらしいです。で次がね、9月の18日の土曜日に変わるんだけど、テレビアニメ呪術廻戦のスメテネ風船ガムっていうのが、ペンケースが全4種類この中に、お好みのケースの中に、風船ガムをセットして購入してっていう感じで、パッケージデザインが全4種類、裏表がキャラが違うんだけどって感じですね。丸川ガムさんですね、こちらはね、グレープかな、味は。キャラクターは板取雄二とめぐみのペアで、野原とマキさんで、トゲとパンダで、サトルとケント先生って感じですね。ペンケースのサイズは 195×90mm っていうことで、風船ガムは4個セットするらしいです。こちらは748円。で続いては、数量限定でオリジナル商品、こちらも9月14日の火曜日から順次スタートっていうことで、テレビアニメ呪術廻戦の A4 クリアファイル3枚セットっていうことで、全1種類、雑誌棚にて販売で、九州、北海道、中国地方は9月の15日の販売で、サイズが 220×310 なんで A4 サイズで、税込み1100円。でテレビアニメ呪術廻戦のアクリルキーホルダー、こちらは全8種類雑誌棚にて販売で、こちらも九州、北海道、中国地方は翌日15日からの販売。 A パターン、B パターンで、基本的にはブラインド形式の販売なんだけど、ロッピーとかね、HMV ブックオンラインの方では A か B セットの4個セットでの販売になってるらしいです。こちら基本ブラインドなんで1個660円。ロッピーとかだと2640円の4個セットっていう感じです。缶バッジは全13種類。で、こちら北海道とかはやっぱり一緒、翌日販売で。A、B、C パターン。A はマルチファイルと同じキャラクターが使われてて、B、C に関してはキーホルダーと同じイラストですね。こちらはね、各550円、ブラインド形式なんでって感じです。ロッピーとかの方では5個セットと4個セットの販売で2750円と2200円の販売。アクリルスタンド、こちら全5種類、こちらもマルチファイルと同じイラストが使われてる感じですね。65×110mm、大体は60と50ですね。これはなんか連結するような感じになってます。でブラインド形式で価格880円。はい、でハンドタオル、こちら全8種類、こちら玩具棚にて販売ということで、ちょっと可愛い感じで、ね、単色イラストですね。こちらはね、 200mm×220mm でブラインド形式で880円ということです。 PVC マルチケースっていうのが、こちら全2種類、玩具棚にて販売。こちら全国一斉販売っていうことらしいので、中国とかね、九州の方も14日に買えるらしいですよ。990円、2種類です。で続いてが数量限定で、花セレブポケットティッシュっていうのが販売されるそうで、こちらも9月14日、4個パックで全3種類、はい、こちらは198円。でロッピーとかでのお取り扱いはないらしいので、店舗での、はい、購入をおすすめします。
はい、続いてね、予約商品っていうのがあるんですけど、こちらは9月の14日の火曜日10時からスタートらしいですね。テレビアニメの呪術廻戦の、ね、2層アクリルスタンド、こちら全5種類、マルチバリと同じキャラクターの色スタが使われてて、各、1320円、サイズは95-65mm、大体は45-65mm 以内っていう感じですね。テレビアニメ呪術廻戦の SNS 風カード9種セット、9枚セットっていうことで全2種類。テレビアニメ呪術廻戦の SNS 風カード9枚セットが全2種類で、A パターン、B パターン、各1320円。で、サイズが 89-63mm で作られているので、普通のトレカと同じサイズかな。日めくりカレンダー、こちらはね全1種類、価格が1650円で 128-182mm、まあ、普通の日めくりカレンダーで、ね、卓上のやつだねこれね。かっこいいセリフがあったりとかしてますけど、プチアクリルスタンド4個セット、プチアクリルスタンド4個セットがこちらが全2種類。こちらはね、A が4種類、B が4種類って感じですけど、こちらは、A セット、B セットっていうことで、1760円での販売になります。で、40-40。で、キャンペーン、開催記念として、引用ツイートキャンペーンっていうのもやるそうなので、そちらも楽しみにしておいてください。はい、こちら、一番くじ、呪術廻戦、2っていうのがやるそうですよ。9月の18日土曜日から順次発売予定、商品がなくなり次第終了で、メーカー小売価格が、1回680円税込みらしいですね。虎杖悠仁、伏黒恵、野原悟の躍動感あふれるポージングのフィギュアを麻そうとした一番くじが登場ということらしいの でアクリルスタンドやラバーストラップ等のラインナップで、ラストワンは、両面スクナのフィギュアということでね。はい、こちらもよかったらやってください。で、購入に関してね、お一人様5回までみたいな感じで書いてありますのでね、まあ何回もやりたい方は他の店舗行ってもらうなりしてください。はい、そんな感じで、コンビニのローソンと呪術廻戦のキャンペーンが2021年9月の14日の火曜日スタートらしいので、ぜひぜひローソンにお出かけください。じゃあね、バイバーイ。